コケダン。どうもみなさんこんにちは、マシーと申します。さあ今回もポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスやっていこうということで、私顔面がでかくなってしまいました。はい、というね、冗談はさておいて、なんだっけ、前回ソーナノとかソーナンスの救助でマンキーをなんとかしろやっつって、なんとかしろやって言ったら、マンキーこっちまなんとかしたらマンキーこっちまで来ちゃって、でちょっとお前ら力強いんだったら医学部やるから、これ作るの手伝ってくれやって話になって作ってもらったって感じだね。はい、ということで前回の振り返り終わって、今回何すればいいんですか普通に救助進めていく感じかな。とりあえずフリータイムっぽいんでやっていきましょう。レベル上がっていく、 Y がレベル上がっていく。なんだ、あ、また地震だ。びっくりした、普通に気抜いとった今。またあれか、他のクエストやらなかんパターンかと思ったけど、全然違った。収まったかな。最近地震が多いね。まだあれだ、グラードンが活発に生きとるっちょこってね、多分。収まっす。あ、もう起きてるね、マシ。さっきまた地震があったね。こうも続くと安心して眠れないよ。おーい、誰、今度誰。おー、ハスブレロ。あ、ハスブレロ。どうしたの？早く広場に来てくれ。みんなも集まっている。なんかあったの？よくわからんが、ダーテングが呼びかけてるんだ。他の救助隊も集めてるらしい。マシ、行ってみよう。めちゃくちゃなんか強いやついるな。こんなにいっぱいいたんだ。知らんかったわ。うわ、ポケモンたちがいっぱいだ。いろんな救助隊を呼んでるみたいだな。かなり遠くから結構有名なリーダーも来てるぜ。ダーティングのやつこんなに集めてどうするんだろうな。オクタンカメックスゴロニアってさ、なんかそういうパーティーあったよね確か。んー、なんかあった気がするんだよな。みんな聞いてくれ。俺はそのこうやってみんなの前で話す柄じゃないんだが、いやそんなこと言ってる場合じゃない。大変だ。フーディンたちが地底に行ったまままだ帰ってこないんだ。なんだって本当なのかそれは。ああ本当だ。フーディンたちはグラードの沈めに地点にいたのが、それっきり何の音ともない。正直何があったのかわからないのだ。わからないって、そんなことありえるのか。なんだってあのフーディンだぜ。でも実際戻ってこないじゃないか。そうだよ、それにグラードンってやつもすごそうだしな。そんなに強いのかよグラードンってポケモンは。なんだろお前、地底行ってみてこいや。やだよ俺は。地底はマグマで溢れてる。そんなこと言ったら燃えちゃうよ。静かに静かに。確かにあそこは危険な場所だ。誰でも行けるようなところではない。そこで今回たくさんの救助隊の中から強者を選び、特別のチームを編成しようと考えたのだ。誰かおらぬか、この中で地底に挑む勇者は。ねえマシー、チャンスだ、行こうよ。お前たちやめとき。何さ、邪魔しないでよ。お前たちもかなり強くなったが、まだまだ強いやつはいっぱいいるんだよ。誰かいないのか。よし、行こう。おお、カメックスだ。あのチームハイドロズの暴れん坊カメックスか。背中のロケット砲は分厚い鉄板も貫くらしいぜ。噂でよ、グラードは地面タイプだと聞く。わしは水タイプだ。地面には強い。グラードンなんざわしのハイドロポンプでイチコロだぜ。私も行くわよ。すごい癖が強い喋り方だったな。おお、オークタンか。チーム絡みつきのリーダーだ。しつこいコーヒー売り物で、すごいなんか嫌な言い方されてるな。足を絡ませ石頭で敵を打ち据える。持久戦になったらたまらんだろうな。私強いポケモン見てると絡みつきたくなるのよ。俺忘れてもらっちゃうかもあるぜ。ほらほらほら、これこれこれ、カメックスオクタンゴローニャっていう、あれ多分前に実況したことあるんだけど、なんだっけ、あれポケモンダンジョンのなんか
3DS のやつがあったんだけど、それの時にこれと戦うイベントもあったんだよね。だからあれはなんか見たところによると、このメンバーを再構成してやってますよみたいなやつをどっかのやつで見た、うん、どっかのやつで見たんだけど何が覚えてない。おお、ゴロニャ、チームゴロゴロの中で最も凶悪な野郎だ。体の岩石のように硬く、大きな爆発をダメ、爆発でもダメージを受けないらしい。鉄壁じゃん。ムラードンが地底で目覚めるってならちょうどいい。俺の岩落としてそのまま地底に眠ってもらうぜ。あのタイプ相性って知ってる？おお、カメックス、オクタン、そしてゴロニャ、あなたたちであれば申し分ない。彼ら3匹で地底に向かってもらう。おお、いいぞ、俺たちの代表だ、頑張ってくれ。行くぞ。リーダーだった、カメックスが一応。頑張れよ、フフフ、頑張れよ、絶対帰ってこいよ、ブーディンたちを助けてくれよ。すごい送り出し方されてるけど、まあ悪い予感しかしないよね。な、かなり強そうなやつらだろ。ここはあいつらに任せろよ。仕方がないね、マシ。まあこればっかりやね。俺ら第一進化してないもんね、まず。まあピカチュウは一応してるっちゃしてるけどさ。まあ僕たちも行きたかったけどしょうがないよね。地底のことはカメックスたちに任せて、僕たちはいつも通り救助活動頑張ろうね。ってことはまだまだ救助してくれって感じですね。はい、行ってきます。あ、なんだ、ギャーン、長が、歩いてた。どっか行った、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。上がるんじゃないか、これで上がっていく。ノーマルからブロンズに落下。めっちゃ上がるな。お、道具箱の大きさ増えた、やったぜ。あー、まただ。あ、また地震だ。本当に地震が多いね。いつになったら収まるんだろう。あ、入ってきた、どうも。マシ、なんか広場が騒がしいんだ。他のポケモンもたくさん集まってるみたいだし、とにかく広場行ってみよう。オッケー。もう帰ってきたの？カメたち。あ、ハスブレロ、一体何があったの？あ、鈴木、それが、とにかく奥に行ってみな。あら、よく帰ってきたね。あ、カメックスたちが。ダテング、これはどういうことなの一体。地底のダンジョンでやられたのだ。あそこの強さ半端じゃねえぜ。グラードに会うことすらできませんでしたわ。もうあんなとこに届きたくねえ。どうやら地底という場所は我々の想像をはるかに超えてるらしいな。キッキッキッキ、バカなやつらだな。初めからダメなのに無茶するからこうなるんだよ。ゲンが何を言うんだ。フーディンたちを助けるためでしょ。無茶をするのは当たり前でしょ。ゲキ、本当に頭が回らないやつらだな。お前たちよりあいつらの方がまだ賢そうだな。やべえ、あのカメックスがやられちまうなんてよ。相当きついぜ、ありゃ。あのダンジョンに来たやつなんて誰がいるのか。俺絶対無理。燃えやすいし。僕自身が嫌い。わざわざやられに行くようなもんだからな。みんな。俺見ろ。あいつらも自分の立場ってもんがやっと分かったみたいだぜ、ケケ。俺も、葉っぱの宇宙が燃えちゃうから。ターティングまで。ケケ、頑張ったからといって必ずそれがいいとは限らないのさ。時には諦めることも肝心なのだ。我ながらいいこと言ったかな。ケケケケケ。マシ、僕わからなくなってきちゃった。僕たち一体どうしたらいいんだろう。たとえ無茶であっても、フーディンたちを助けに行くべきなのかな。あいつらは多分俺らより強いと思うんだけど。
行こう。行くべきだよ。そうだ、やっぱりそうだよね。分かったよマシ。みんな聞いてくれ、僕たちは行く、フーディンを助けに。なんだって。ゆげぎ、あいつら何なんだ。知らないな。こたつのやつらだ。ここら辺じゃ有名だよ。こたつって旧婚伝説で疑いをかけられた。それ知ってる。最近それで逃げ回ってたんだって。大丈夫なのか。見た感じ弱そうだぜ。確かに僕たちじゃ無理かもしれない。でもそれでも僕たちは救助隊なんだ。僕、自然変動に苦しんでるポケモンを助けたくて、そのために救助隊を始めたんだ。だから僕は絶対にフーディンを助けたいし、最後まで諦めないのが僕たちこたつの誇りだ。誇りだこたつの誇りってちょっとなんかそれ意味変わってこ。こたつについた誇りにならん。それショートシーン大丈夫。けお前ら本当に賢くねえな。いい加減みんなを見習ったら。いや、鈴木の言う通りだ。ウゲ、そうだよな。怖がるあまりどうかしてたな。ウゲゲゲ、肝心なこと忘れてたな。僕たち救助隊じゃないか。誇りか。俺たちだって持ってるぜ、救助隊のプライドは。ウゲゲゲ、青くお前たちは。なんでこんな奴の言うことを納得するんだ。言っても帰り討ちに会うだけなんだぞ。そうかな。まだ一回失敗しただけじゃないか。カメックス、こんなところで寝てる場合じゃない。ウゲゲ、私もいじけてるタイムは終わりよん。諦めたらそこで終わりだしな。なんか今の言葉スラムダンクに出てきそうな発言者な。オクタン、それにゴローニャも。ゲゲゲ、お前らさっきと言ってることが全然違う。そうだそうだ、絶対どっかに突破口があるはずだ。みんなで協力し合えばなんとかなるよ。救助隊同士みんなで助け合ってダンジョンを攻略するんだ。おお、いや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 、お前ら正気かよ。痛い目にあったら知らないからな。いやいやいや、ありがとう鈴木、お前のおかげで大切なものをなくすずに済んだ。で待って、鈴木もへこたれてたよ。で俺が諭したから俺にもなんか言うべきじゃない。礼を言うぞ。みんな、わしたち救助隊の底力を今こそ見せてやろうぜ。おお、俺には何もないんかい。ゲンガーとか出てきて吸ったもん、ん？吸ったもん出したけど、吸ったもん出した、ちょっといかんせん使わん日本語使われてもちょっと困るな。いよいよ地底のダンジョンに挑むんだね。出発は明日だけどなんかワクワクしてるよ。とりあえず今日はダンジョンに行く用意をしよう。準備ができたら声かけてね。よし、ということで準備します。オッケー、準備完了。バッチリ。そうか、バッチリか。じゃあとりあえず今晩ぐっすり眠って明日元気に出発しようね。よし。ああ、もともと地底ダンジョンに行くんだね。あら、これは夜中のシーンか。サーナイトに会う日来たね。うん、また夢だ。サーナイト、いよいよ明日ですね、地底のダンジョンへ挑むのは。うん、なんだかすごそうなところだけど平気かな。大丈夫、マシーさんならきっと大丈夫です。私も応援してます。頑張ってください。うん、ありがとう。ちょっと勇気が出てきた。頑張るよ。ところでサーナイトは知ってるの？地底がどんなところなのか、グラードンがどんなポケモンなのかを。いえ、残念ながら私には分かりません。もしかしたら何か知ってて言ったのかなって思ったけど、いえ、私はただ励ましたくて。ごめんなさい。いやいや、だったらいいんだよ。励ましてくれただけで嬉しいよ。ありがとう。でもただ一つ分かることがあります。え？あなたの役目が
少しずつ終わりに近づいています。自分の役目は終わりに。あなたはある役割を負ってポケモンとなり、ここにやってきました。その内容を教えてくれ、消える前に。その役割もとうとう終わりに近づいているのです。教えてくれよサーナイト、役割って何なの？どうして自分はポケモンになったの？それは時が来れば、今度の冒険が終わればお話しできると思います。ではまた。すげえ謎残していったし、全然進展してねえ話の内容。でも終わりが近いってことだけは分かった。おはようございます。眠れましたね。さあいよいよだ、頑張ってフーディンたちを助けようね。アイス。サーナイトは今度の冒険が終わった時教えてくれるって言ってた。今度の冒険って地底に行くことなのかな。フーディンたちを助ければ話してくれるのかな。おーい、何ぼーっとしてるの、早く行こうよ。行きますか、地底に。もうこのまま直行しちゃえばいいのかな。わあ、結構先のとこなのね。行くまでに辛そうねこれ。とりあえず行きますか。いや、素で間違えちまったね。マグマの地底こっちだね。なんか知らんけどね、素で間違えてあれしたわ、幻影の洞窟行っちゃったわ。これってさ、アブソルいるじゃん。アブソルの方がいいよね多分。アブソルにしとこう。これで行こう。